初代ランカスター公ヘンリー・オブ・グロスモントは、イングランドの貴族。1310年頃、ヘンリー三世紀の孫である、第3代ランカスター博ヘンリーとその妻モード、チャワースの間の長男として生まれる。1337年3月16日には、ダービー博に除され、さらに1345年9月の父の死で第4代、ランカスター博と第4代レスター博を継承した。 父から三白陵を継承したのに加えて、オバーリスドレイシーからリンカーン白陵を継承し、1349年8月20日にはリンカーン白に除されている。またスコットランド戦争や100年戦争で戦功を挙げたため、1351年3月6日にランカスター港に除された。これは1331年創設のコーンウォール港くらいに続く2度目の公爵位。 創設だった。また1348年にガーター騎士団が創設された際に、その最初のメンバーの一人となった。しばしば外交施設も務め、1343年には教皇とカスティーリア王国への、1354年にはナバラ王国への施設を務めた。また1360年のブレティニー条約締結にも、イングランド側代表として大きな貢献をした。 宗教書、セインツメディシネスの書の著者としても知られる。1361年3月24日に、レスター城で死去した。娘が二人あったが、長女モードは子供のないまま1362年に死去したので、自助ブランシュを通じて、ジョン・オブ・ゴーントに所領とランカスター伯くらい、レスター伯くらい、ダービー伯位が継承された。1337年頃にイザベラ・オブ・ボーモントと、 結婚、彼女との間に以下の二条を設けた。ありがとうございます。